思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードオーラバトラー。オーラバトラー、ダンバイン。バイストンウェルの物語を覚えている者は幸せである。私たちはその記憶を記されて、この地上に生まれてきたにもかかわらず、思い出すことのできないサガを持たされたから。それゆえに、フェラリオの語る次の物語を伝えよう。メリー、苦しみます。やっちゃったよ。そう？私は今、バイストンウェルにいるのです。ここはまさしく魂の安息の場所。この年の瀬のさなかに風邪なんかひいちゃって、病院のベッドで点滴なんか打っちゃったりしてるわけですよ。脳内では、牧原のりゆきのまだ生きてるよがリフレインしてるわけでして、隣のベッドのババアが。死ねー！わしは、もうダメじゃなんて言ってても、黙れ。という気力もないわけで、ババアが安らかにバイストンウェルに帰れるように。くたばれ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 。ジーラ様、浄化を。なんてお祈りなんかしてやったら、私なんだか元気が湧いてきましたんで、藤屋にケーキを買いに行きましたよ。すげえ、クリスマスペコちゃんショートケーキだと。こんなサイズでマスターグレードと10日でやんの。ハイグレードオーラバトラーシリーズとは、2000年に始まったバンダイさんのプラモデルシリーズである、プレイステーションゲームの聖戦士ダンバインや、ガチャポン EX にカード出すマスターズなんかとの連動企画みたいなもんですよ。ミレニアムには、こんなわけがわかんねえお祭りイベントがいろいろあったものなのさ。16年ぶりに新規金型のダンバインキットが発売されるっていうんで、電撃ホビーマガジンなんかで特集記事。というか、やらせ企画が組まれたりとかしてたわけですよ。でもねえ、16年も前のアニメのプラモデルをキット化しても普通は売れんよねえ。買うのは、リアルでアニメ見てた30代くらいのおっさんモデラーと、スーパーロボット対戦からハマったにわかモデラーくらいのもんだよねえ。電撃ホビーマガジンの記事の内容も回を追うごとにひどくなり、ライネックの特集のあたりではファンが気分を悪くするような内容だったんで、今では黒歴史扱いなんだよね。一番キット化を期待されていたサーバインは、ファンの熱意が足りませんでしたー。とか、あんまりないわれようでキット化されず、とほほな出来のライネックで終了しちまったのですよ。まあ、マスターグレードのダンバインが良作だったのが救いだったよねー。同クラスのガンプラ以下の出来だけどね。ハイグレードオーラバトラーシリーズのダンバインは、このシリーズの記念すべき第一作のキットだよ。2000年2月の発売で、値段は1000円だったのさ。リニューアルバージョンの制作にあたっては、伊豆口豊氏がプラモ用に新規に起こしたイラストを元にされたってプラモの解説書に書いてあるよ。嘘っぱちだけどね。ダンバインファンならもちろん知ってるだろうけど、こいつは当時、サンライズで検討されてた CG 企画用のイラストだったのさ。なんやかんやでプラモ用の新規がこうってことになっちゃって、伊豆口氏のところに話が来た時には、もう何もかもが手遅れだったんだよね。そんでもって出来上がったキットは、ダンバインファンがあっけに取られる出来栄えだったのさ。ちゃんちゃん。なにこれ。変なトサカに似てないフェイス。やたらと長い脚部に違和感バリバリのすねから下のライン。肘やら膝やらピンクの部分までカクカクしていて。全く似てない形状のオーラコンバーターに枝付きの服翼。オーラソードもシャープさに欠ける出来な上、ハンドパーツが軟質樹脂なんで保持力なんてほとんどねえよ。しかも、ハンドパーツ自体がすっぽりと根元から抜けちゃうありさまなのですよ。オーラショットの保持力もご同様だったね。でもさ、最近のデザインラインだとこんなんじゃないの？騙されちゃなんねー。このキット、問題があるのはプロポーションだけではないのですよ。本当にね。関節には ABS を多用してるんだけど、なぜかすぐ壊れやがるんだよね。はっきり言うと脆いのよ。脆い ABS なんてわけわかんねー。可動範囲が広いんで、グリグリ動かしてるとバキッとやっちゃう。ひどいやつだと鳴らしでやっちゃう。軟質樹脂のパーツも経年劣化で割れる例があるわけで、ハンドパーツなんて保持力の問題で使えねえ代物だったわけですよ。なんて感じで、記憶正しい俺様でもこんだけ不満な点があるくらいだから、コアなダンバインファンには相当不満だったことは想像できるわけですぜ。しかも頭部だけ変更して、トット専用機やトカマク専用機なんかもキット化されちゃったのですよ。どういうわけか、トット専用機の頭部の方がアニメのダンバインに一番近い形状だという意味不なしよう。こんなん売れるわけないじゃんねえ。当時のデパートには、売れ残ったダンバインのキットが山と積んであったわけだけど、模型店はもっと悲惨だったわけで、同時期に再販された旧キットと合わせて大量の在庫を抱え込む羽目になったのですよ。参ったねー。どちらかといえば、旧キットの方が裁けてたよねー。さすがに不評だったのか、第2弾のズワースからはアニメ準拠のプロポーションになったのですよ。めでたしめでたし。おかげでダンバインだけかなり浮いちゃってるんだよねー。まあ、ロードオブバイストンウェルよりはマシだよね。